今登ってきた武田畑を振り返っています。下山これから開始します。こちらは御殿山です。今日は2人しかいませんが、御殿山の頂上に人がいるのが見えます。先行者かこれから登ってくる人かちょっと分かりませんが、人が少ない時はこういう開けたところはいいんですが、これから帰りの樹林帯熊が出るんじゃないかなみたいな不安を感じたりします。気のせいかもしれませんけど、途中でうーっていうなんか深い低い声が聞こえたんで、熊鈴鳴らしながら一生懸命歩いてきました。山頂天気良かったですけど、ちょっとガスってきました。それでは下山します。